ようございます、大変ガロチャンネルでございます。今日のガロチャンネルは皆さんご覧の通り、ご覧の通りって全く見えませんね、まだ真っ暗なんですけど、今日は竹田城跡、天空の城を日本のマチュピチュ竹田城に行きますよ。朝早いですよね。いいですね。真っ暗ですけどね、こういうとこ来るにはね、やっぱり懐中電灯とかいりますけどね。ほら、この山を登っていくわけですよ、徒歩で。だいぶ明るくなってきたんですけどね、まだちょっと見えないですけどね。だんだん明るくなってきてますけど、これですね、これが放送は大阪ミナミのたこ焼き屋よりや文左衛門の提供でお送りします。ズーム効かさな、これ見えにくいですね。これはおなんか一人手からしてる、一人手からしてる。ヤッホーヤッホーほっやー徐々に見えてきました、ね、全部が明らかになってきました、ね、人がたくさんいますよね。こんなにたくさんいますよね。でも我々は立雲峡にいます、ね、うわぁ綿飴みたいですこれ。クリスタルキングが出てきそうなぐらいスモークジャグジーみたいな飲まれてやんの、霧にあいつら飲まれてやんの。あ、光ってるやつだ。だいぶ明るくなってきましたよね。ほら、これが武田製薬です。ね、だんだん火が出てきましたけど。あ、武田ちゃんどこ行った？武田ちゃん、武田ちゃん埋もれてもだわ。すごい急斜面ですけどね、これはすごい。あ、ちょっと見えてきましたね。今バッチリ見えてますよ。あ、ちょっと雲かかってますよ。さあ次行きますよ。あの城に攻め入りますよ。突撃ですよ。アップしますよ。見えますか。城に行きましょう。城にね、こんなところ登ってきました。これすごいですけどね。
から霧の中にね、白になってますから突入ゾーンですよ。クモの巣が自然の芸術品やで。バオー。真っ白。真っ白ですね。世にも奇妙な物語みたいですね。これは。こんな折り方折りやすいですね。川の流れがいいね。見てください、この川の流れはね。さあ、これからの竹田城跡に登りますけど、いいですね、こののどかな風景がたまりませんね。さあ、あそこの神社登りますよ。お、鳥が飛んでいきました。鳥が、こっからがこう竹田城跡へ行くラインですよ。もうね、この雲海がもうすぐ8時頃になくなりますんでね、もう急いで行きますよ。うわの向こうにそびえ立つ竹田城跡。疲れましたけどもね、ようやく見えてきました。お月さん見えてますよ。しんどい。今水があったらね、1000円でも水買いたいぐらいです。でもほら、今日は綺麗ですね。本当はね、向こうから先上がってこない、上がってきたんですよ。だからむっちゃしんどいですわ。向こうはちょうど今自分じゃないと、まだ前が霧ではね、朝から来て向こうで陣取ってました。すごい、しんどい。こういうことになるんだね。あ、これすげえ、うわー、すごい。これは生で見ていただきたい。しんどいけど、雲の上にいますよ。ほら、すげえ絶景ですよ。ほらもう水墨画みたいです。この辺なんか街が全く見えない。工場のお月様、こんだけ綺麗だったら疲れ吹っ飛びますね。すごい、3日に1回ぐらいしかね、こういう白い綺麗な雲海は出ないそうなんで、今日はラッキーでしたけどね。雲海って消えるんですか？消えますよ。もうどんどん太陽が出て、温度がこの空気温められたらずっと消えてきますんで、もうぼちぼち、あと1時間、まるでこの天国のようなこの360度絶景でございます。絶景でございますね。世界を見下してますね。人を見た怖さを、皆さんに怖さを見せてますけど、まあまあ意外に大丈夫なんですよ。ほら、お、だんだん雲海が消えてきましたけどもね。あそこに車が見えますけどね。雲
海、紅葉、綺麗な雲海が見えるポイント3つ。1つ、前の日と前の夜の温度差が10度以上ある。パーン。2つ、こういった綺麗なお天気、晴れのお天気なこと。パーン。その3、雨が直近に降っていて湿度が 90% 以上なこと。この3つを満たしたこの奇跡の雲海が見れる日、それが今日だったんです。これが雲海がだんだん消えてきてますけどね、皆さん、この階段降りるのは楽ですけど登ってくるの大変ですから。ほら、こんな道の真ん中にこんな綺麗な水が流れていて、しかもここにほらほら、鯉鯉鯉、いっぱい鯉がいる。赤い鯉、黒い鯉、白い鯉、鯉鯉鯉ちゃん。いやー、いかがなか、ほらいっぱい、ほら住んでるからこれ見えやすい。ほら、いやー、のどかなね、こういう川が街中を流れていて、人が少なくてね。ほら、こっち見てください。ほら、おみかん、おみかん、そしてここは赤、赤と赤とだいだい、そしてそして向こうには鳥。うわー、こんな綺麗なところがあっていいんですか、これ。これ下っていけるんじゃないですか。頭にご注意って書いてあるから。さあ、それでは帰りますわ。では、ごきげんよう。さよなら。ガロチャンネル登録してね。